皆さんおはようございます。ドンキーコングリターンズプレイ動画第3回となっております。本日は 1-6 トロッコで大ジャンプからやっていきたいと思います。トロッコが出てくるコースエリアなんでしょうね。ドンキーコングでトロッコといえば面白いけど難しいという風なイメージがあります。コーススタートです。はい、行きます。なんですけれども前に行きたいところなんですが、ここに多分パズルがあるんでしょうね。 OK、 取った。はい、ここでなんですけれども、3匹敵が現れましたね。視聴者の方に教えてもらったんですけど、3匹敵を連続で踏めばバナナコインがゲットできるということなんで、トライしてみたいと思います。高く飛んだ時かな。おっ、あー、できなかったー。よし、次のチャンスを目指しましょう。はい、またチャンスがあるでしょうからね、その時でもやっていきたいと思います。決してあれですよ、なんていうんですか、忘れてるわけではないんですよ。ちょっと失敗しちゃったんで、またやりたいと思います。はい、これで上に行けばいいのかな。左なんかありそうだな。お、何これ、ボーナスステージですか。さあ、トロッコの前に腕試しといきましょうか。あ、これ、お、あー、おー、教えてもらった。あー、おー、ディディに助けられっぱなし。エヴァルゲット、やばい。いけるかー、ダメでした。あとバナナコイン1枚、残念。さあ、進んでいこう。切り替えていかなきゃいけないですからね。人生もドンキーコングも一緒です。なんかあるんじゃない。こっち行くの、いや、こう叩きゃなんかない。おー、こう、あー、トロッコ。さーて、何回やられるかな。おいしょー、よいしょー。もうね、途端に実況がよいしょとか、気合だけの話になりますよ、僕は。そういう、余裕がないので。あー、ピースを取れなかった。あー、いろいろ漏らしてます。とにかくクリアを目指します。立体的になった、ほい、あー、よいしょー。バナナが取りたい、バナナが取りたい。よし、中華地点、さあ来い。あー、やっぱりか。よかった、中間からです。ディディーがいなくなった、残念。最高、うわーい。さて、私は何回やられるでしょうか。皆さん予想しておいてください。僕はですね、5回ぐらいはやられると思いますね。さて、無言が続くと思います。ゴーゴー、とにかくクリアしたい。おお、もう火ばっかり。さてさてさて、うわっはい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 。もうどう言っていいか分かりません。折り口に行きました。何ここ、怖いんですけど。おいー、よいしょー、クリアしたー、イエース。あ、意外と2回しかやられませんでしたね。次、はい、見事コースをクリアすることができましたので、すいません、今日は1コースだけ、クリアで終わりとさせていただきたいと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。できましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。